俳優の吉高由里子が主演を務める大河ドラマ光る君へ、毎週日曜後8時 NHK 総合ほかの第39回途絶えぬ絆が13日に放送される。主人公紫式部真宙は千年の時を超えるベストセラー源氏物語を書き上げた女性。光源氏の恋愛ストーリーの原動力は秘めた情熱と想像力、そして一人の男性への思い。その男性の名は藤原道長。変わりゆくよう自らの才能と努力で生き抜いた女性の愛の物語だ。脚本は大石誠氏が務める。第39回のあらすじ。